平和の旗、平和の旗、平和の旗、イ、e ・エ a ー・バンジエラ・デラペースは戦争に反対し平和を求める意思を表示する旗。特定の組織や団体を代表したり貴族を示したりする旗ではない。1960年代にイタリアで考案され2003年のイラク戦争開始に前後して世界各地で使われるようになった。デザインの主題は虹である。 虹は、可視光のすべてのスペクトルを含むため、混色によって白色になる。このため、多様性の下の統一を意味するとされる。また白は、平和を象徴する色でもある。旧約聖書の洪水神話で、神が、地上の平和を約束する証として、空に虹を置いた話とされる。虹を表す七色の水平の帯を、上下方向に配置し、中央付近に白で、 平和を意味する語を廃したデザインが最も一般的である。ただし、デザインに明確な規定があるわけではなく、多くの個人や団体が制作しているため、様々なデザイン差がある。廃色で最も一般的なのは、上側からとするもの、副二次の順の7色。国際共同組合同盟機や性的少数者の旗と正反対の順である。色調は、 制作者の好みや制作時の技術的条件から様々である。特に短波長側の三色については、歳が著しい、紫はほとんど濃紺に近いことが多い。また、2003年秋頃まではとする配色も行われていたが、現在は前期の配色に統一されているようである。中央付近に配置する文字は、イタリアで起こったため一般には、パーチェ、イ、平和で、 現在でもこれが最も広く使われる。が、各地に広まるにつれて様々な言語を用いて、平和に相当する語を失ったものも制作された。書体も多様である。現在、少なくともイタリア語、パス、ピース、フリードンのものが存在する。1990年代までのイタリアでは、カトリック系の平和運動団体がしばしば用いたため、 最上部にカトリックを表す白を配した発色のものもあった。これには最下部に団体名が書かれていたと言われる。なお、最初の平和の旗のデザインでは、配色が現行のものと逆順であり、中央の文字もない。日本語では、イタリア語の古称バンジエラデラペースを直訳した平和の旗で呼ばれることは稀で、平和の虹の旗、虹旗、虹旗、ピース機、ピース旗などと呼ばれる。 特に最後の故障は、P ・スバタ・プロジェクト・口実が反復の際に、P ・スバタの名称を用いたため、広く使われるようになった。最初の平和の旗は、1961年9月24日の第1回、ペルージャ・アッシジ平和行進、に現れた。この行動は、哲学者で、非暴力主義の平和運動家であったらが呼びかけたものだった。 イギリスの核軍縮キャンペーンは1958年からオルダーマストンロでの実験に反対するロンドンオルダーマストン平和行進を始めていた。カピチニはその行進に登場したに触発され、ペルージャの友人と共に様々な色の帯を縫い合わせた旗を作り、1961年のイタリアでの行動に持参したのだった。現在この旗は、 アルド・カピチニの友人で彼と行動を共にした、ラン・フランコ・メンチャーニーによって、ペルージャ県ディーノに保存されている。2002年9月、エマージェンシー、リバーグ、レテ、ティアイ、リリパート、トボラ・レラ、ペースの4団体が呼びかけて、イタリア政府のイラク戦争参戦を阻止するために、イタリアは戦争に参加するなキャンペーンを開始した。このキャンペーンの一環として、 全てのバルコニーに平和を、マイナス街を平和で染めようキャンペーンを行い、生活共同組合や労働団体の支援も得て、平和の旗を全国の都市で配布した。たくさんの家で、バルコニーや窓に平和の旗が掲げられた。平和の旗による反戦の意思表示は広範な広がりを、店、ホテル、教会、視聴者などの公共施設でも掲げられるようになった。 2003年3月末までに、イタリア全土で250万枚以上が配布されたと、される。2002年11月フィレンツェでの世界社会フォーラムや、2003年2月の、ローマ2003年3月のミラノをはじめ、イタリア各地の反戦デモンストレーションで、平和の旗が用いられた。スイスのイタリア語圏では、早くから普及していたが、2003年2月が、組織的に、 スイスへの輸入と反復をはじめ、ドイツ語圏やフランス語圏でも広まった。また、ドイツやオーストリアでも他のグループが活動し、ドイツ国内では少なくとも5万枚が反復された。この頃から、ドイツ語、ヘブライ語、アラビア語の平和の旗も制作され始める。なお、特にヨーロッパでは、過去のユダヤ人迫害への反省と現在のパレスチナ問題との両方への問題意識から、 ヘブライ語とアラビア語の旗はしばしば並列した形で用いられる。すべてのバルコニーに平和を。キャンペーン以降、現地を旅行した個人が持ち帰ったり、現地の知人から譲り受けたりすることで、日本でも認知されるようになった。イタリアに本拠を置くベネトンが、この頃、世界各地の拠点に平和の旗を配布したため、ベネトンジャパン社でも、店内ディスプレイに使用する視点があった。 個人輸入で、イタリアや隣国スイスからまとまった数を入手して、配布するものや、自作するものも現れた。2004年1月に有志による、ピースバタ、プロジェクト。2004年夏にピースグッズプロジェクトに、発展が活動を始め、日本での工業的な量産と販布を行った。2004年3月までに、日本全国の少なくとも37都道府県67、 市町村と一部海外に400枚を超える平和の旗を販布した。後ろ身のピースグッズプロジェクトが2006年9月に島民を宣言して活動を停止するまでピースの旗約1600枚の旗約300枚などを優勝販布した。生活共同組合コープ鹿児島はピースの文字をあしらった平和の虹の旗を製造し2004年3月から組合委員に供給した。 他にも多くの団体や個人が平和の旗や、それに衣装を借りた、ステッカー、シール、バッジ、絵はがき、画像データなどを制作している。現在、平和の旗は必ずしも組織に属さず特定の思想的背景にも、よらない市民が個人として平和への意思を表示し、行動を起こす、際のシンボルとして、日本ではある程度定着している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。